今日のお友達は大野城市の後藤なぎちゃん。ピアノが大好きで足で弾いてみたり、今度はこっちからかなり自由なピアニストです。なぎちゃんもうすぐ1歳のお誕生日、それを前にちょっとずつあんよが上手になってきました。おおすごい。そこで今日は初めてお靴を履いてお外で練習。さあできるかな。靴が重たそうだけど頑張りました。すると今度は落ち葉を発見。そして食べよう、食べたかったね、食べれそうだった。あんよもいいけど今は落ち葉に夢中です。このコーナーでは出演者を募集しています。お子さん、お孫さんをテレビで紹介してみませんか？ご応募お待ちしています。